ロナに負けるな。はい、じゃあストレッチの方をちょっと紹介していきたいと思うんですけども、今日は、学園の森を連生骨院菊池と三浦です。担当します。よろしくお願いします。では今回はカウチっていうところのストレッチを3種類やっていきます。でまずはじめにですね、こういう、ストレッチマットとかこういうベッドとかでもいいんですけど、ここに膝と肘をついて横向きになっていただきます。胸の筋肉とこの脇の筋肉が少しこう伸びた感じがあるようになるまで後ろにできるだけ開いてください。で、開きすぎるとちょっとこっちの足の方がこの浮いちゃったり、このように上半身が後ろに行きすぎると危険なので、ちょっと適度にこのようにできるところまでいいんでお願いします。むしろ一人で危ない時とかだったら、もう一人ちょっと浮かないように支えてもらったりとかしてください。これも10回同じようにしていきます。こんな感じにしていきます。はい。で、今度は最後ですね、3種類目のストレッチです。今度は四つん這いになっていただきます。この時に腰が痛い人とか膝が痛い人は無理にこの姿勢をしなくていいので、例えばソファーに座ってからとか、こういうちょっと支えを持ったところでもいいので、片方の手だけまた頭の後ろにちょっと乗せるようにしていただきます。そしてまず内側に閉じます。で今度はゆっくり開きます。さっきの状態の横向きのバージョンのうつ伏せなんですけど、こっちの方が腹筋だったりとか股関節周りの筋肉も意識して使うことができるので、より効果的です。どこに意識をすればいいですか？この場合ですね、じゃあ肩甲骨の後ろの筋肉と、あとは腕の脇の筋肉をちょっと意識してゆっくり後ろへ取ってください。やってみてね。やってみてください。バイバイ。以上です。